はい、固形燃料の話、固形燃料の話、固形燃料をね、なんか持ってましてね、ずっと前に買ったのを使わずに、封も開けずに、ずっと持っているというね。で、まあ、固形燃料なんで、あんまりこう、机の引き出しの中とかしまっとくと忘れちゃいそうだし、あと可燃物なんでね、あんまりこう長期間保存するのも危ないかなと思いまして、まあ机の上に出しっぱなしにしてあると、つまりいつでも目につくようにして、いつでもこう何かあったら使えるようにしてるというかね。ちょっとほこりかぶってきて、こう固形燃料っていうのは、この100均で買ったような5、6個入りの100円のね、もので、1個がそうですね、牛乳瓶の蓋ぐらいの大きさのもので、よく旅館とか出てくる、一人用の鍋とかの下に引いてね、で、こう燃やすみたいな、青い、色のついたろうそくみたいなもんですね、固形燃料。で、それが5、6個入ったもので、さらにこう封がしてあって、悪くならないようにアルミの封みたいなのしてあって、それがあるんですけども、でそれをずっと持っていてですね、であれと思って、これなんで買ったんだっけと、全然使ってませんけど、封すら取ってませんけども、これなんで買ったんだっけと、まあ勢いで買ったのに決まってるんだけども、勢いで買ったにしてもキャンプでこれ持ってってもあんま使わないだろうし、キャンプだったら焚き火もあるし、あとガスだったら専用のカートリッジのねやつとか、だからこれ1個あってもしょうがないわけ、お湯が1杯沸くか沸かないかみたいなもんだから、だからね、キャンプには足りないし、まあ何なんだろうなみたいな感じで、よくよく記憶を探るとですね、あ、なるほどと、これ買ったの数年前ですけども、2、3年前とかね、数年前ですけども、5、6年前かな、その時ね、当時ですね、自分でサバイバルキットを作ろうみたいな、そういうブームが私の中で起きてまして、で、サバイバルキットをね、こう集めて、で、ちょっと入れ、なんか袋とか入れて、それで非常用の袋の中に入れるとか、あるいはですね、いつも行動してるような、カバンの中に入れとくっていうね。もちろんナイフとかはさすがにね、普段持ち歩くと職質で困っちゃうので、できないけど、まあ持ち歩いても重くないし、ちょっとしたサバイバルに使えるようなもの、圧倒的にね、そういう緊急事態っていうのは、外出時、普通のカバンを持ってる時に起きると思うんですね。外出時にちょうど非常用袋持ってましたとかないから、ね、家だったら別に非常用袋の中に入ってなくても必要なものは机の中にあるから、ね、そこから取り出せばいいから、まあ地震とかで机の中、家の中に入れなくなりましたとかそういうことはあると思うんだけど、まあ基本的にいるものはね、家の中あそこにあったなとかね、記憶あるので、まあ、あんまり必要ないと。外出時に遠くまで出かけた時に地震とかあって帰れないっていうね、そういう時のものだと思うんですね。だからまあこのね、固形燃料もいつも持ち歩くのも変ですよね、結構かさばるし、なんで買ったんだろうと思って、もちろん非常用袋に入れるためなんだけども、謎なんですよね。はい、夏場はね、暖を取る必要がないと、うん、それから冬場だって非常用、この固形燃料が5、6個あってもどうしようもないわけですよ。ちょっと手を温めるぐらいしかないから。で、水を沸かすにしてもね、そのコッヘルとか、シェラカップとか持ってないとできないですし、そもそもですね、そんな固形燃料を使わなきゃいけないような事態、それコンビニも開いてない、誰にも火が借りられない、火が起こせないとかね、そういう時にお湯を飲む必要性があるのかどうかっていうね、水が入手できればそれは水飲んじゃった方がいいわけだから、冷たくてもね。だから
まあそのなんていうか離島とかでね、離島とか流れ漂着してで雨水とか川の水とかで沸かして飲んだ方が安全だっていう時に沸かすんであって、それ以外ではね、水道が止まってもね、あの水ぐらいは入手できるだろうし、つまりコンビニでね水とか買うとか、あとペットボトルの備蓄をもらうとかね、うん、ですからね、この固形燃料5、6個が役に立つのかどうか、ちょっと疑心暗鬼というかその不安でね、と言いますのもやっぱり持ち歩くのに重いですから、持ち歩くにはこれはちょっと重さかさばるし重すぎるなと。じゃあ家に置いとくのかって言って、家に置いといたらそのお湯を沸かすね、ガス以外の電気ガス以外のものは家に家の中探せばいくらでもあるわけだから、例えばマッチライターさえあれば家の中のね紙とか燃やしてお湯沸かせばいいわけだから、家だから夜間とかねそういう器もちゃんとあるし、だから固形燃料はこれはいらないんじゃないかなと思い始めて、うん、結局使ってないですし、じゃあどうするかと思ってやっぱどっか強引にね使おうかなと最近思い始めてるんですけども、まあ固形燃料は悪くならないからいつまででも保存できるんですけども、それがいいとこなんだけども、一個も使ってないですからね一個ぐらい使っておきたいですよね。あのもちろん旅館とかでね火つけたことありますけども、こう単純にお湯を沸かすとか外で暖を取るとかね、やっぱ冬が一番いいだろうし、だから釣りとか行った時にねそのシェラカップだけ持ってって水をこう沸かしてちょっと紅茶でも飲もうかなと最近ね、予定してるというかその計画してますけども、まあ、そんな感じですね。